そうそうそう。ね、すごいね、生命力あるよね。あ、よかったね、助かって。おーい、上手。ゆっくりでいいよ。吐いちゃうから。ね、ゆっくり飲みなさい。飲みだらけですね。まあ、外で生まれたのは確実よね。うん、でそれを捨てられたっちゃうね。ねえ、みんな同じ尻尾やもんな。プリン。かわいい。この子も千年球がついとる。みんな球ちゃんなんだよ、これ。チーム球ちゃん。3日間だけのお預かりでしたね。寂しいですが、元気に育ってほしいです。かわいい。うお、ぽんちゃん初ネズミです。かわいい。ネズミがめっちゃ大きく見えるっちゃうけど。かわいいよね。一緒に。ちっちゃい。めっちゃちっちゃい。ぽんちゃんどうですか、初めてのネズミは。どっか逃げていった。ぽんちゃん、ぽんちゃんちょっとね、おとげりしてます。うん、ぽんちゃんが今日何回入った？もう6回ぐらい。6回ぐらい立て続けに入ったみたいなんで、救急病院、夜間病院に今から連れて行きたいと思います。今夜の9時ですね。ちょっと元気がないね、やっぱり。あ、元気ないな。ごめんね、ごめんね。うん。よし、じゃあ病院行こうね。よしよしよし。次行くんだ。ちょっと待ってね。まずですね、はい、血液検査でアンモニアが高いんですよ。あ、はい。で、高アンモニア血症、ご存知ですか？はい。猫、ちゃん結構保護する。そうですね、保護猫活動してます。あ、そうなんですね。はい。
コアマミア結晶があって、ちょっとこう神経症状が出てるような気がするので、機械で測れないぐらい高くなっていて、低血糖はなさそうです。あ、腎不全、肝不全もなさそうなので、はい、でコアマミア結晶ですね、基本的にやはり点滴治療なのかなと思います。はい、なのでお預かりして、はい、点滴をしてどうなるのかっていうのを見ていきたいんですけど、はい、お猫の場合、例えば門脈シャントだとか、はい、肝臓にすごい異常がなくても一過性にコアモニア血症出ることがあるので、この人は生まれつき何か奇形がありますよとか考えるのは早いかなと思うのでとりあえずコアモニア血症に関して点滴で治療をしていこうかなと思うんですけど、夜間動物病院なので費用が結構かかるんです。全然問題ないです。大丈夫ですか？ね、朝5時までお預かりするとしたらやはり5万円ぐらいかかるかな。いいですか？すいませんで、あと検便したんですけど、はい、コクシジウムと海中が結構な量いるので、そこは補充をしたいなと思うんですが、うちの病院その補充薬を置いていないので補充をしていただくっていう形にはなります。自宅にプロコックス持ってるんですけど。あ、そうですか。この大きさってプロコックスは確か大丈夫。プロコックスは海中も行けると思うんですよ。確かに、はい、なのでそれは、に相談をした上で投薬っていう形にはなります。かなりいましたかね。かなりいます。あ、やっぱりそうですか。はい、立ってみて分かるぐらいいます、コックスは。で、海中は点点点と1個1個こうクリアしていってっていう形でいきましょうか。はい、じゃあお預かりをしましょうかね。はい、お願いします。海中も国士も出ちゃったんですね。そうです、そうです。かなりの数いるらしくて、で、海鮮も出てきちゃってるっていう、はい、心筋と併発じゃないかっていうことで。そうでしたか。はい、なのでエボリューションつけてもらったのかな。じゃあ、いや、駆虫薬はないらしいんですよ、夜間救急は。あ、なるほど。じゃあ今日すぐつけましょう。これ2本持ってきてもらってもいい？はい、ただ、あれなんですよね、国士が先なのか、海鮮が先なのか、プロコックス先の方が。プロコックスも飲ませて。あ、どっちも行けます。行っていいです。あ、はい、よかった。ちょっともう一緒にしないとですね。はい、こっちも出てますもんね。はい、お耳だけだったからね。あ、118までは下がっての単位なんですね。そうですね。したら今日夕方まで預かりましょうか。はい、一応点滴して夕方の時点でアンモニアがもう下がっていれば、はい、まあ、経過見る感じになるかなと思うんですよね。そうですね。まあ、元気はあるけれどもってところですよね。プロコックスもちょっと飲ませたいけど、やっと400超えたのでいけるかなと。ですね。はい、よし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 。でも、もうつけといたので、はい、ちょっとまた2週間後にもう1回でしょうね。あ、はい、
下痢はしてました？ですね、昨日7時過ぎからですね、うん、いきなり下痢が、うん、1回下痢止め出していただいてたんですよね、はいはい、でそれで形がちゃんとしたうんちになったんですよ、うんうんうん、なのでもうお薬 も, あのもうほとんどなくなってっていう状態だったんですけど、うん、昨日7時過ぎぐらいから1回下痢をして、うんうん、あらと思ったらあのその後嘔吐を1回したんですよね、うんうん、7時半ぐらいに。でまだ元気があったので、うん、どうしようかなと思ってたんですけど、そこから6回ぐらいミルク全部入っちゃって、うん、なので9時過ぎに夜間救急すぐ連れてかれて、はい、もうその時には、多分感染脳症になってたみたいで、うん、はい、ちょっともうあのよだれが少し出て、はい、なんかもうちょっと通常の状態じゃないというか、はい、ひっくり返ったような状態になってたので、やっぱり子猫ちゃん特有のものかなと思います。もみくちゃんとではないと思うんですけれども、ね、はい、ちょっと経過見ながらにしましょうかね。そうですね、なんかあの他の方がちょうど保護された子猫ちゃんをあのずっとアドバイスしてたらあの、うん、全く同じ状況で、うん、あの夜になって急に体調が悪くなって、うん、嘔吐し始めて、はいはい、で夜間救急行ったら同じように高アンモニア血症で、うん、みたいな感じ、点滴したらブワーって下がるんですよ。下がるんですよね。でただ次の日もまた同じように夜になったら結局あのアンモニアの数値が上がり始めてっていうのがあったんですよね。でまた夜間救急走ってみたいな感じだったので、要は点滴すると下がるから、うんうんうん、なんかこうタイミング的にその前に夜になる前に一回点滴をと思ってですね、なんか同じパターンになりそうな気がしてたから。そうですよね、そうなんですよ、結局吸収の問題になってくるんですよね、消化管の、だからいつそのすごい数値に振り切れるかっていうのは分からない状況でもあるので、夕方まで点滴してれば大丈夫かなとは思うんですけれども、ね、タイミングなんですよね。本当にその方はタイミングが本当悪かったんだろうなとは思うので、夕方まで点滴しっかりして、うんうんうん、下がったのを確認してからのお返しにしましょうか、はい、で下がりが悪ければじゃあ一泊点滴を続けるという形でもいいのかなと思うので、はい、うん、なのでちょっと半日お預かりという点にしましょうかね、はい、夕方お迎えって可能ですか？大丈夫です。大丈夫です、はい、ボンちゃんタイム、やったー、ボン。ボンちゃんは無事でよかったねボンちゃんよかったね顔がぐしゃぐしゃなってくるなね、一応レボリューションしたんだけどね、回線がすごいね、うん、どう、ボンちゃん自分で出てくる、はい、はい、頑張んなさい、このぐらいボンちゃんやったらいけるよ。入った。あー、ボンちゃんすごいな。
ぼんちゃんよかったね。よかったね。そのままやったらなくなっとったろうね。ねえ、ちゃんと退院できてよかった。ねえ、よかったね。急変やったよね。急変だったね。びっくりしたね。1時、3時ぐらいまでこんな動きやったとかやね。うん。普通に3時のミルクでは全然元気。怖いね、虫って。怖い。え、ニコちゃん来た。お利口さん、お利口さん、ボンちゃんもおいで、ボンちゃん、お利口さん、ニコちゃん、お利口さん、優しいね。ボンちゃん、ウサギさん、ニコちゃん、ニコちゃん、ウサギさんいるね。ニコちゃん、この赤ちゃんのおもちゃで遊ぶわけ。ね、ニコちゃん、ニコちゃん、ニコちゃん遊びなさい。ポンちゃん疲れちゃったかな。ポンちゃんじゃあゴールボールしようか。眠なったかな。超スローリーになっちゃったね。エネルギー使い果たしちゃったかな。ポンちゃんそこじゃない。かわいい。かわいいね。ぼんちゃん。ぼんちゃんもうねねしたいっていうね。もう目がとろんってなってる。うん、もう寝せよっか。うん、頑張ったもんね。ぼんはね。